先日古賀文武氏の蝶の嫌われる勇気という本について質問し、読んだことがないと言われたものです。フリエンボーナーション面白かったです。同著書で承認欲求に問われない生き方を知るためになりました。子供は自己肯定のために承認欲求が必要と思いますが、将来承認欲求に問われないようにするにはどうしたらよいでしょうか。また仕事では自分の成果を認めてもらう動機づけとして承認欲求は必要と思うのですが、いかがでしょうか。今のところ本当になんかその要は承認欲求があるかどうかっていうのと、その人の子供時代を知ってるかどうかっていう2つの情報が必要なんですよ。でもその承認欲求が足りない大人って世の中にいっぱいいるじゃないですか。でもその人たちが子供時代どうだったのかというのを僕は知らないので、なので子供時代こうだったよねって知ってる僕の周りの小中高の友達で承認欲求低い人を見ると、大体みんな子供時代幸せそうでした。だからその本当に申し訳ないんですけど、もうどうしようもないんでね、子供の問題じゃないんでどうしようもないんですけど、例えばその親が離婚をしてるとかで、親が離婚をしてる場合って親は仕事をしなければいけないとか、パートナーのこいつが嫌いとか、その子供に目を向ける時間が足りなくなるんですよ。なので結果としてその親に認めてもらいたい、自分を見てもらいたいっていうのがそのエネルギーとして残り続けちゃうんですよね。なので褒められたいみたいなので、結構勉強頑張ることを離婚してる家庭ってリンクすることがちょこちょこあって、要はその勉強頑張ると褒めてもらえる、だから親に褒めてもらうためになんか親がやれって言ったことを素直にやる、で勉強頑張ると褒められるから勉強頑張るみたいなのがあって、っていう感じで割とその親に褒められるために頑張るみたいなのに結構家庭不安定な人多かったりするんですよね。で割とその家庭に問題がないと特にその親に認められたいという風にもならないんですよ。成田さんもって書いてあるけど、みんながそうなる、必ずそうなるって話なんです。そういう傾向があるって話です。なのでそのなんか別に家に何の問題もなくだらだら楽しく暮らしてますっていう人だと、その承認欲求欲しいとかも別にないので褒められたいもならないんですよね。だから僕は承認欲求、まあその自分から承認欲求少ないって言ってるやつは大体頭がおかしいっていうのがあるんで、これ話半分に聞いてもらいたいんですけど、僕承認欲求多分他の人より少なめなんですよ。なので本当に承認欲求強いんだとすると、僕多分日本にいたと思うんですよ。要はその日本にいると、なんかひろゆきさんみたいに声かけられたりとか、なんかおごってもらったりとか、そのなんかちやほやされたりっていう割合がやっぱり高いんですよ。フランスだとただのアジア人なんで。でも僕承認欲求が低いのと承認されることがめんどくせえって思うタイプなので、日本にいるより僕のことを誰も知らない国にいる方が楽なんですよ。っていうので、で僕その子供の頃から別に誰かに認められたいとかこの人に褒められたいがないんですよね。そのトカゲ集めて楽しいとか、ゲームして楽しいとか、その本読んで楽しいとか、その自分自身で楽しいことを知ってるので、その逆にその勉強頑張って学校の先生に褒められたいとかもないんですよ。で本当に申し訳ないんですけど、なまじちっちゃい頃から優秀だったんで、別に一生懸命いい大学に行かないと困るだろうと思ったこと一度もないんですよ。多分どうとでもなるなと思ってて、でだから一般の人って大学3年生ぐらいで就職活動っていうの始めるんですよ。で僕大学の2年の終わりから4年の中旬ぐらいまで、違う、3年の終わりから4年の中旬ぐらいまで留学してたので、就職活動一切してないんですよ。でも何とでもなると思ってたんですよ。で大学の最中、会社作ったりとか好き放題やって、で現状何とでもなってるんですよ。なのでその能力の低い人ほど先生に褒められたりとか、なんかいい成績を取っていい学校に行かないと大変なことになるっていうのは、そのなんかいい学校に行かないと困るでしょ将来って親に言われて、あいい学校行かなきゃ、でいい学校に行っていい会社に行かなきゃなんか幸せになれないよって言われて、あ幸せになるために頑張って勉強しようってなると思うんですけど、僕全然大丈夫ってちっちゃい頃から信じてたんですよ。でこれ根拠ないんです。なので根拠がないまま頭のおかしい大失敗した人になってる可能性もあるんですけど、まあ結果として僕はなんとかなってはいるんですよ。っていう人からいくと、承認欲求がそのあるかどうかって、本当に子どもの頃の環境と能力で決まる気がするんですよね。いやそのなんか小学校とかで、じゃあその
こういうのできる人とかっていうので、まあ、大体できるんですよ、小学校の他の子ができるようなことは。だから別になんかその庶民の中で上がっていくのが難しいと思ったこともないし、で別になんか遅刻して怒られたとしても別にあのこの先生に嫌われても全然構わんしっていう、それよりは僕はそのもっとやりたいことがあるから、あの夜遅くまで起きてるしギリギリまで寝てたいみたいなっていうのがあるので、その本当にその参考にならなくて申し訳ないんですけど、あのその何か困ったりとか認められたいっていう自信のない人が多分承認欲求をその幼少期のうちに持ってしまって、で幼少期のうちに持ってしまった承認欲求っていうのは大人になって認められたとしても、認められた瞬間すっきりするんですけど、家帰って一人になるとまた、あ俺一人だ、誰かに認めてもらわなきゃってなって、承認欲求を埋めたいっていうモンスターのままずっと生き続けてしまうっていうパターンがあるので、あの大人になってからどう埋めるかっていうよりは、なんか子供のうちに承認欲求が必要がない人になるっていうのが多分正解で、もちろんあの大人になってから考え方を変えて承認欲求なんか必要ないよねっていうパターンとか、あと子供を持つっていうパターンがあるんですよね。あの父親の人はあんまり知らないですけど、母親の場合にその子供が成功することによって自分の承認欲求を満たすっていう、そのあのアイドルファンにも結構近しいものがあると思うんですけど、自分の推しがうまくいくことによってその推しの手助けをした自分に意味があったんだという形で気持ちよくなるっていう。で、あの昨日たまたまその男性アイドルファンと女性アイドルファンの話をしたんですけど、その男性のアイドル好きな人はそのアイドルと接触したがるんですよ。なんか物販とかで話をしたりとか、なんかチェキとか取りたがるんですよ。でもあの女性のジャニーズファンとかってそのジャニーズのタレントが出てる CM の商品を買いまくるんですよ。で本人との接点一切ないんですよ。でもその CM の商品が売れることで、その CM のメーカーがあジャニーズのこの人出してよかったよってなって、でそのジャニーズのタレントはまた新しい CM だったり仕事が増えて、結果として推しがうまくいったよねっていうことで幸せを感じるっていう、その本人と投資をした本人自身に見返りがなくても良いっていう考えは割と女性のアイドルファンになって、男性のアイドルファンにやっぱりその感覚を持つ人少ないんですよっていう男女差もあると思うんですけど、なのでその女性の場合は多分自分自身が見返りがなかったとしても、自分が投資をしたり手助けをしたものがうまくいくことによって、その割と欲求が満たされたっていう感覚になるっていうのがあって、なのでその教育ママとかがその教育パパより多いっていうのは、やっぱりその自分の子供が成功することによってその自分のその欲求だったりが満たされるっていうのは男性よりはなることが多いって、まあそれは母性と呼ぶのかもしれないですけどっていうのがあるので、なので承認欲求が欲しい女性の方は子供を作るといいんじゃないかなと思います。無責任なアドバイスをしました。というわけでお疲れ様でした。